本校寺は、兵庫県神戸市兵庫区にある高野山新言宗の寺院。本尊は、薬師如来。三号は、清志国山。通称、兵庫薬師とも、上安3年に、流心法院が創建したとされる。伝承によれば、自称4年に、平野清盛が、東京都から、兵庫県福原へ遷都しようとした際に、まず、運河の改作を行おうとした。 ある夜、童子が、平野清盛の枕元に現れて、兵庫の海中に、霊物があるのでに探し出すようにとの無告があり、早速、兵庫大林殿の海に網を下ろしたところ、海中から、黄金の薬師如来像が出現した。平野清盛はその霊言に感心し、これぞ、当地の守護物ならん。長く、地を定め、一羽を起こして安置式眼線と言い、当地に、 大河蘭を建立したのが、金光寺の早々とされる。完成12年、南光祭りの際に、太平記群書講談が行われた。当初の予定の50日間を25日間延長したという記録が、北浜総会所日記に記載されている。1995年の阪神、淡路大震災で、本堂、栗が全壊したが、再建された。事故は、 本尊の黄金薬師にちなみ、その金色のまばゆい光から、金光寺とした。三号は、本尊の黄金、薬師の霊光は、あまねく国の内外を照らして、すべてのものを清めて、世の人を導くとされることから、清志国山とした。ありがとうございます。